皆さん、わこんにちは。車に全く興味がないマピオンです。なんでこんな話をしたのかっていうですね、まあ自分こうツイッターのあるフォロワーさんで結構車好きな方がいらっしゃいまして、はい、でその人は結構ね、まあ、その車関係のツイートをリツイートしてたり、あとは自分でもね、その、まあ、車についていろいろ言ってたりするんですけども、結構ね、まあツイートとかリツイートとかするから結構タイムラインが埋められてるんですよ、車関係のね。けどこうなんか車4台、まあ4枚写真、最大あの写真載せられるじゃないですか、ツイートで、ね、1ツイートでね、で4台こう車があって、なんかそれぞれなんかやっぱ違うわみたいなこと言ってるんですけども、自分がこう画像を見てもね、何が違うのか全然わかんないやん。本当に、え、何が違うのって、うん、なんか車庫端っていう専門用語も実は知らなかったりするんですけどね。まあ多分世間一般常識なのかもしれないですけど、俺本当にね、世間一般常識も俺分からないんでね、プリウスとかね、あとステップワゴンぐらいしか知らない、あとまあベンツ、メルセデスベンツぐらいしか本当に分かんないの、うん、だから そこまで本当にみんな知ってるわってくらいのやつ。俺ね、あのちなみに俺の父さんの前の車がステップワゴンでした。で今はなんか黄色のね、なんかハイブリッド車、うん、なんか電気とエンジン、まあ基本はガソリンで動いてるらしいですけども、まあ普通にこう緊急事態であればこう電気でも動きますよっていうやつです。いやー、でも車ってね、男のロマンって言うじゃないですか。俺の友達も結構ね、ドライブが好きだったり車好きだったりする人もいるんですけども、本当にね、興味ないんだよね。うん、本当に好きなことはとことん好きなんだけど、嫌いでもない。本当になんだろう、なんであれなのかな、男のロマンっていうんだから自然と男はね、車好きになるもんなのかな。でも俺男だしなっていう。皆さんちょっともしよろしければ、ちょっと初心者の自分で分かりやすくね、ちょっと車のね、ロマンとか魅力とか、ぜひちょっとコメント欄にお願いします。はい、ということで今回は商品紹介です。はい、今回紹介するものはこちら、プルルルバーン。はい、ローソンセレクト、しなやかな食感のちくわです。はい、いやでもさ、あのタイトルとサムネで見たら分かるでしょ。これ出すって分かっちゃうでしょ。けど見てるってことは興味あるってことだよね。はい、ちくわです。はい、税込みが140円、5本入りですね。はいはい、こんな感じです。暮らしの一品、ローソンセレクト、しなやかな食感のちくわ、チューブ、ね、シャップドゥフィッシュ、パスタケーキ、保存料不使用でございます。で税込み140円、5本入りで1袋あたり167キロカロリーですね。と裏側こんな感じ、取り扱い10度の状態で設定されています。アレルギーは卵が大豆です。はい、こんな感じ、まあ、特に面白いものは書いてませんね。はい、なんとなく皆さんの言いたいこともわかります。はい、ちくわなんて消化してどうすんのっていう、みんなしょっちゅう食べてるもんだよ、ちくわっていうね。ただ自分の商品紹介は基本的にね、なんか本当に当たり前なこと、みんないつも食べてるものを紹介してるんですよ。おにぎりのツナマヨを紹介するっていう、もう何してんの、みんな食べたことあるじゃんっていうね。はい、ただ自分の商品紹介ね、もう別にあれですから、なんかすごい高いものとか、ね、珍しいもの、面白そうなものだけを紹介してるわけじゃなくて、本当にどうでもいい、みんな多分なんかこう陰で埋もれてる、もうみんな食べたことあるだろうっていうね、やつ、埋もれてるやつを引っ張り上げてそれを商品紹介しますから。はい、俺はね、もうナンバーワン目指したわけじゃないから、オンリーワンだから。ちくわ商品紹介してる YouTuber 見たことあります？多分ね、ない。俺もないから。だからおそらく俺がもしかしたら YouTube ジャパンで、いや YouTube でね、初めてかもしれない、ちくわ商品紹介する人。開けていきましょう。ここに裏にね、ハサミでお切りくださいとあります。普通にここで切れますけど、ここで切り口がありますんで、普通にこうやって開けられます。はい、あ、ちくわ、すっごいちくわ。ちくわのここにね、なんか焼き印みたいあるんですね。なんて書いてあるのこれ。気分って書いてあります。何これ、なんでだろう。Hey DJ、かませ、やいやいや、気分、ちょうちょうちょう。あ、製造者が株式会社、気分食品だからか。はい、とりあえず1本乗っきました。すごいシュールですね。ということで、ですね、ちくわ、ローソンセレクト、しなやかな食感のちくわ、いただきます。かまぼこに近い味かな。うん、で、ちゃんとね、ちくわの味はする。しっかりする。はい。で、しかもこれ思いついたんですけど、ちょっと遊び心っていうか、箸でこうやってできるから、こうやってね、こうやってできるから、こうやって、串みたいにできるんだよ。うん。斬新。ローソンセレクトのこの書いてある通り、すごいしなやかだから、すごい食べやすいんですよね。喉に全く引っかからない。本当に、
ちくわっていう、本当にちくわ本来の味がすごいします。はい、なんか食べた時のちょっとこうしょっぱさっていうかね、ちょっとなんだろう、塩ではないんだけど、なんかそれっぽい、なんかふんわりしたしょっぱさみたいなのがあって、すごいね、なんか味がすごい引き立ってるっていうか、引き立ってるって言い方おかしいですけど、引き立ってますね。はい、それでちょっと思ったんですけど、これね、ちくわこうあるじゃないですか、これ手で持ちますけど、これ持ったらパッと見これタバコじゃねっていう、これよくあるじゃん、こうなんかマフィアのボスみたいなやつがさ、これでっかい葉巻吸ってるやつみたいな、これパッと見だってタバコじゃねっていう、こうタバコのこうやって構えるスタイルでこうやって時間を食うことがいいからね。ということで今回は、マピオンポイント、今回のねローソンセレクトのちくわのマピオンポイントは、70点。はい、70点でございます。はい、まあね、しっかりとしたちくわでした。それ以上もそれ以下もないです。味も予想以上にちゃんとしっかりしてるし、なんかね、ちくわなんてただのかまぼこだから味しねえだろって、ただの食感だろと思ったんですけども、案外味もしっかりしてあったんだよね。はい、今も普通に口の中に入って残ってますし、味結構しっかりしてるし濃厚だと思います。はい、結構ね小腹が空いてる人はおすすめです。はい、ということで今回は以上、ローソンセレクトのしなやかな食感のちくわでした。じゃあ